かな。茶屋の森ヒルズにお集まりの皆さん、こんばんは。私たち筑豊のアイドル、スマイルです。よろしくお願いします。久々の地元でのライブ、イエーイ。やっぱり地元でのライブはいいね。いいね、いいね。今日はお呼びいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、地元とは言ってもまだまだ私たちのことを知らない人たちが多いと思いますので、少しだけ自己紹介をさせてください。私たちスマイルは歌とダンスと笑顔で地方から元気を発信しますというコンセプトで活動しているグループです。さらに飯塚市の観光 PR 隊としても活動しています。はい、本当観光 PR 隊としていろんな経験させてもらってるよね。はい、キャナルシティとか博多駅で飯塚の PR をさせていただいたり、先日は旧伊藤亭右衛門邸で福岡県の小川県知事さんともお会いしました。はい、せよ、カミカミですね。頑張った。大丈夫ですか？大丈夫、はい。本当にいろんな経験をさせていただいて感謝しています。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、次の曲は2.5 期生のメンバーも一緒にお届けします。次の曲は私たちの原点でもある昭和歌謡をお届けします。向こう側バカなリンゴを頬張る。 Thank you。
ということで、このメンバーの中に実は茅野森出身の子がおるんよね。だよね。はい、さやか。はい、そうです。え、この祭り来たことある？あります。え、友達と？うん、はい。気合入ってるね、さやか。入ってない入ってない入っちゃおう。あ、入ってる入ってる。え、どんな祭りなの、茅野森ヒルズって？わからん。え、わからない。え、なんかおすすめのお店とかある？なんか、茅野森で、なんかよく行くよってお店は？新しくできたケーキ屋さん。ケーキ屋さん？え、ちょっと食いつく子が何人かおるんじゃないのかな、ケーキに。じゃあね、頑張ったごちそうでね、ケーキちょっと後でね、ごちそうしてもらおうかね。はい、ということで、じゃあいい？はい、最後の曲に行って。あ、まだじゃないか、ごめんね、すいません。じゃあ次の曲行きましょうかね。あ、すいません。じゃあここで自己紹介をしたいと思います。イエーイ。じゃあまず私から。はい、高校1年生森美岡です。よろしくお願いします。みよか。中学3年生石松優香です。よろしくお願いします。イエーイ。優か。中学3年生いじりさよです。よろしくお願いします。イエーイ。中学1年生広瀬真奈です。よろしくお願いします。イエーイ。小学6年生岩井愛理です。小学6年生の井出里花奈子です。よろしくお願いします。イエーイ。小学6年生の宮田奈々です。よろしくお願いします。イエーイ。高校2年生村木里奈です。よろしくお願いします。イエーイ。小学5年生の鈴木翔です。よろしくお願いします。イエーイ。小学5年生の佐々木沙耶です。よろしくお願いします。中学1年生の安藤沙耶香です。よろしくお願いします。イエーイ。以上11名スマイル選抜メンバーを覚えてください。覚えてください。皆さん盛り上がってますか？に元気を届けます。聞いてください。
園天国聴いていただきました。はい、ということで疲れてるね疲れてるね、だいぶ大丈夫？もう最後の曲いっちゃっていい？はい、それでは次で最後の曲になります。ありがとうございます。最後の曲は片思いの女の子の気持ちを歌っています。それでは聴いてください。花恋、花恋の祈り。
タイトル長いですが覚えてください。覚えてください。今日はこのステージに立てて本当楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。最後にさやちゃんから言いたいことあるよね。8月1日より私たちの CD がリリースされました。イエーイ。この後グッズ販売を行います。そちらの方に CD も並んでいますのでぜひチェックしてみてくださいね。お願いします。はい、現在あるある甲子園というアイドル界の甲子園が行われていて、なんと、はい、なんとですね、はい、なんとですね、食べるね、スマイルが東京ファイナルは東京ファイナル大丈夫大丈夫まで進出しました。イエーイ。その最後の戦いが3日後26日東京品川ステラボールにて行われます。九州中国地区代表として頑張ってきますので皆さん応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。なおその時のイベントの様子が毎週土曜日深夜23時55分からテレキューさんの発掘ベリーという番組で放送されていますので、少し時間遅いですけど皆さん録画でもして見ていただけたら嬉しいです。お願いします。お願いします。それでは会場の皆さん、共演者の皆さん、スタッフの皆さん、今日は本当にありがとうございました。私たち地方のアイドルスマイルです。ありがとうございました。Thank you.